これだけでゴルフスイングは成立してるでしょ。例えば機械あるじゃん、ゴルフィングマシン、ゴルフのバン、そうそうそう、あれなんか基本的にはこれクラブを持ってアームがあって、アーム部分がグーッてきてパンッと越えてるだけでしょ。あれプレーンが斜めになってるだけで縦にしたらこういう動きしてるんだよ。ここまでガッと戻してる、いや、そうそう、だからこれガードパーマーとかはじゃあこうなっちゃったんですよ。グルーン、グルーン、グルーン、そう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 、じゃあ引き出しはこう、そうなってるわけ。ってことはこの運動がここで動いてる、ずーっと回ってるだけじゃん。アクトで普通はここでフィニッシュで、あとまたこう来たらこうじゃん。そうだからプロたちが多い、そうそうそういうフィニッシュの人も多いでしょ。不安だった、不安っていうか初め理解できるまではただまず右回りします。右回りしてる途中で多分ピタッと止まったりしてる、ほら今までやってきたことの形になってるじゃん。ソックスとかも一緒でしょ。一緒一緒でしょ。そうそうそう、だから腕の仕事とかクラブの仕事っていうのはもうさっさと理解しちゃって、あこれでいいんだって思わなきゃいけない。そうなんかねすげえ秘密があると思ってたっていうで、私は秘密を知らないだけだとか、ね、なんか上手くなったらもっとこういうじゃないかとは思ってるけど、結構初心者でもこうやってるとほとんどプロと同じような動き、ええ運動してるじゃん、ちゃんとしなくてしなくていいじゃん。シャフトって肘下にしなるんですか。しなる、バランスよく右回り当たるでしょ、ね、そうだからここ、それこそここが目合わせじゃなくて残像だけになる、うん、当たるの決まってんだよ、肘下が回るから、いつもより当たる、絶対当たる、面白いでしょ、面白い面白い、これは面白いこういうのがね、本当にみんなできてると本当にレッスンとかいらなくなるから、面白すぎるんですこう、そうそうそう、ちょっとね、そうだ、でもまずは肘から下が動くといいから、だんだんこうやってパーンってパッパッと戻って肘だと、こう体がね、ウェイトが入ってくる、そうなってくると、ほらなってるでしょ、こうなる、こうなってるでしょ、そうだからここに、だからここのかっこいいここが勝負なんで、これを回しても普通の人は多分普通にやると、ああ、ま、今日は回らないとこれあれとかなるわけ、始める、でも今こうじゃん、だいぶこうなってきました。そうするとこれはこう回ってるわけじゃん、そうでも突き詰めると簡単にでもこれみたいな、そうこっからスタートしていく、そうこの運動からスタートしていくと、さらに戻るとただの何だっけ、木の棒で石ころをえいっ酒飲みながらこうやってるゴルフの原点まで行くわ、分かる、バーってこうやってスタートしてるから、ゴルフはそもそも酒多分飲みながらこうやって、え、そうなんですか、そうゴルフはあのスコットランドで基本的には起源は木の棒で、木のかけらで石ころを蹴って花に入れるところの遊びから始めたんで、酔っ払いになっちゃう、利用して、え、じゃあ蹴ってもなかったんですか。ないね、始めなかった、木の棒でこう、そしたらさ、こんなんやんなくない、やんないでしょ、こうでしょ、まずそう、そうするとこの始まりからいくとこれが入るよ、だんだん進化していくよ、はい、で、なんかクラブヘッドあるけど、今こうじゃやってるのか、これが普通のスイングになっていると、こうほっとくと、そう、進化があるから、ちょっと触れるでしょ、めっちゃ触れるから、すごい早く回るよ、よっしゃ、かかってないでしょ、かかってない、土台のベクトルがこっち向くに積んでるじゃん、ここで振ってんの、こっち、うん、おー、バラクモスできたね、すごいね、そうそうそう、めっちゃくるんって、そう、くるんってつまんない、そう、捕まるし、いや、これ捕まってるのかな、で、基本的になんか違う動作に感じるけど実は一緒なわけ、ただこうしてるのがドライバーがここから打たない、多分大体どんなところでここからこう大きくするか
そうした時に多分回すとこうなっちゃうでしょ。だから戻す作業をします。戻すそうです。イメージ基本は右回りになります。だからね、頑張ってみてください。ちょっと初めこうなっちゃってもいいから、うん、だんだん慣れてくるところを近づけば落とす。基本はちょっと今日はできるこれ、はい、アーノルド・パーマー右回りドリル。了解です。